この動画はアルティームとオクトパートの提供でお送りします。こんにちは。今日はステッピングモーターについて解説します。こちらがステッピングモーターです。こちらのステッピングモーターは中身が見えるようにしたものです。ちなみに英語だとステッパーモーターと言います。英語でテクニカルなディスカッションをするときにステッピングモーターと言っても多分伝わらないので注意しましょう。まず最初にステッピングモーターの構造を見ていきたいと思います。中に入っている回転子を抜きます。ステッピングモーターは2つの部品からできています。これが回転子、そしてこちらが固定子です。固定子の部分を少し詳しく見ていきます。固定子は鉄芯とコイルでできています。この鉄芯のですね、内側見てみるとこのように溝が掘ってありますが、これはコバと言います。小さい刃と書きますね。このコバはステッピングモーターで非常に重要な役割をします。そして固定子側のコバのところにこのように導線がぐるぐると巻いてあります。これはコイルです。このコイルに電流を流すことによって回転子を回転させます。これは2層ステッピングモーターです。このステッピングモーターコイルは合計で8個あります。8個のうち4つを A 層、そして残りの4つを B 層、 A 層と B 層2つあるので2層ステッピングモーターです。次にこちらは回転子です。回転子もですね、固定子と同じようにこの回転子の部分にコバがついています。この回転子なんですけども、中に磁石が入っています。そこにかぶせるようにしてコバのついた鉄芯をかぶせます。これが回転子の構造です。回転子は磁石と鉄芯でできています。ここに円筒状の磁石があって、それぞれ、N 極と S 極があります。そこにコバ付きの鉄芯をかぶせます。そうしますとこの形になるわけですね。ちょっと平面だと分かりづらいので 3D っぽく描きました。円筒状の鉄芯があって、でそこにコバがついている、蓋みたいな鉄芯をかぶせるわけですね。回転子のコバの配置をよく見てほしいのですけども、コバの配置は互い違いになっています。わかりますか？これは鉄芯を上からと、そして軸から見た図です。まず最初にこちらの鉄芯を上から見てみます。そうしますとこのようになっているわけですね。回転子の中身は磁石でできていて、そしてそこに鉄芯をかぶせるわけです。当然鉄芯は磁化されます。そしてコバがですね、このように交互に並んでいるわけです。こちらの N 極側の方は当然 N 極に磁化されますので、 NNNN っていう風にコバのちょうど飛び出ているところが、なんか外から見ると N 極に見えるわけです。反対の S 極はどうかというと、こちらも同様ですね。コバの飛び出ている部分が外から見ると S 極に見えるわけです。そしてコバの N 極と S 極は交互に並んでいます。次は軸から見た図ですね。先ほどはこちらの方向から見ていましたけども、次はこちらの方向から見てみます。軸から見ると N 極と S 極がそれぞれ交互に並んでいるように見えます。当然どちらかが手前にあって、そしてもう片方の極が奥側にある、そういったことにはなりますけども、 N 極と S 極がそれぞれ交互に並んでいる。そしてこの被せている鉄芯なんですけども、それぞれコバが50個ずつあります。ということはですよ、この回転子は磁極がいくつあるか、50個のコバがあって、それが互い違いに並んでいますので、100極の磁石がついている回転子に見えます。ここに図を書き足しましたが、これが固定子ですね。その固定子にコバがついていると、この固定子に巻いてあるコイルに電流を流すと電磁石みたいになって、回転子側のコバと固定子側のコバが引き寄せられると。ここに A 層と B 層がありますけども、どちらの層に電流を流すか、そして電流の方向ですね、それによってこの回転の方向であったり、あとは回転の角度が決まります。これがステッピングモーターが回転する原理です。ステッピングモーターの何が良いのか、それは回転子と固定子の構造によって回転する角度が決まっていることです。動画の最後の方で説明するんですけども、サーボモーターに必須なこういったエンコーダーとかを必要とせずに必要な回転角を回すことができます。フィードバックループとかを使わずにオープンループで可能です。ちなみにステッピングモーターにはその構造によって何種類かあります。一つ目が PM 型というものです。この回転子の部分には磁石しか使っていません。この固定子と回転子のマグネットトルクを使って回転子を回します。ただこの回転子の部分をですね、この磁極をいくつも細かくしていくのには限界がありますので、あまり極数は多くできません。次が VR 型ですね。リラクタンストルクを使ったものです。固定子の鉄芯があって、そして回転子も同じように鉄芯でできています。
磁石は使っていません。モーターのタイプでいうと、これはステッピングモーターっていう括りではなくて、スイッチとリラクタンスモーターと言った方がいいかもしれません。スイッチとリラクタンスモーターをステッピングモーターに使っていると。今日紹介したステッピングモーターはハイブリッド型と言います。この PM 型のマグネットトルクと、そして VR 型のリラクタンストルク、この回転子の中には磁石が入っていて、その磁石に鉄芯をかぶせる、そういった構造をしていて、それがハイブリッド型のステッピングモーターです。では実際にステッピングモーターを回してみたいと思います。ステッピングモーターにはコイルが8個あります。そのうちの4つが A 層で、他の4つが B 層のコイルです。これは2層モーターなんですけども、 A 層と B 層のコイルはそれぞれ45度ずつずれて配置されています。このモーターの場合、 A 層のコイルはこことこことここと、そしてここという風になります。 B 層のコイルはというと斜めのところですね。こことここ、ここ、そしてここという風になります。では A 層と B 層のコイルに電流を流してステッピングモーターを回します。では A 層の方から電流を流していきます。この回転子をですね、よく見ててください。いきます。ちょっと回転したのが分かりましたでしょうか。次は B 層に電流を流します。また少し回転しましたね。次、電流を流す方向を変えます。また A 層に電流を流すと、はい、時計回りに少しずつ回転してるんですね。で、B 層に電流を流します。はい、また電流を流す方向を変えて A 層、B 層、方向を変えて A 層、B 層、A 層、B 層と少しずつ回転しているのがお分かりかと思います。これまで話してきたように、ステッピングモーターは回転子と固定子のコバの組み合わせ、そして固定子にある A 層と B 層のコイルに流す電流、そしてそのコイルに流す電流の方向をうまく組み合わせることによって、この回転子を回します。ちなみにステッピングモーターの動作原理であったり、あとは駆動方法については、オリエンタルモーターのテクニカルマニュアルであったり、あとはロームのウェブページに詳しく載っていますので、より詳しく知りたい人はそちらを見ることをお勧めします。概要欄にリンクあります。ステッピングモーターなんですけども、これ単体だけでも一応使えるんですけども、電流を流したりすると、そういった制御をするには通常ですね、こちらのモータードライバーを一緒に使います。先ほど A 層と B 層のコイルに電流を流したりしていましたけども、そういった制御をですね、こちらのモータードライバーは全てやってくれます。ステッピングモーターにモータードライバーをつなぎました。ちなみにこちらのモータードライバーなんですけども、パルスをですね、1回入力すると、こちらのステッピングモーターを 1.8 度回転させるように制御してくれます。例えば10パルス入力すると18度ステッピングモーターが回転します。ではまず 1Hz のパルスを入力してみます。いきます。1秒間に 1.8 度ずつステッピングモーターが回転しているのが分かりますでしょうか。周波数をもっと高くします。こんな感じでですね、結構振動がすごいんですね。今マイクロステップを入れていないので振動がかなり出ています。今モータードライバーに 200Hz のパルスを入力しています。ですので、このステッピングモーターは1秒間に1回転します。 1.8 度 ×200 ですね、360度。今ステッピングモーターを回していて、そのステッピングモーターの A 層の電流を見ています。 A 層の電流はプラスマイナスで電流を流しています。つまりコイルに流す電流の方向をですね、まあ、回転の状態によって変えているわけです。当然 B 層にも電流は流れていますが、位相が少し違った電流が流れます。90度くらい遅れた電流は B 層に流れていると記憶しています。ステッピングモーター今回しているんですけども、ステッピングモーターを止めます。はい、止めました。ステッピングモーターは回っていませんが、電流は流れ続けています。これはステッピングモーターの軸が回転しないように固定しに電流を流して保持しているためです。結構ですね、力強くグーグーやらないと軸は回転しません。ですので、ステッピングモーターは止まっているんですけども、電流は常に流している、そういった状態にあります。次は回転数をもっと高くしていきます。つまりパルスの周波数を高くしていきます。
こんな感じでどんどん周波数を高くしていきます。電流の波形を少し注目してください。先ほどと比べて電流の波形がかなりなまってきていますね。これは基本的にステッピングモーターがインダクタンス成分だから、まあ、こうなっているんですけども、ステッピングモーターのトルクというのは基本的に電流に比例します。電流の振幅が大きければ大きいほどトルクは強いんですが、回転数が高くなってくるとこのように電流の波形がかなりなまってきています。ということはトルクが少なくなる。ですのでステッピングモーターは高回転の時にはトルクは少なくなります。逆に低回転の時が一番トルクが大きい、そういった特徴を持っているのがステッピングモーターです。先ほどまでは1パルスの回転数が 1.8 度でしたが、ステッピングモーターの制御方法としてマイクロステップというのがあります。それを試してみます。先ほど電流がですね、矩形波状だったのに比べて今マイクロステップの制御をしているんですけども、制限波状の電流になっていますね。わかりますでしょうか。これは電流の振幅を制御することによって1パルス 1.8 度で回転していたものを1パルスをさらに細かく分割してステッピングモーターを回す制御方法になります。マイクロステップを説明しやすくするために磁極の数を減らしました。これが回転子、そしてこれが固定子のコイル A とコイル B です。 A 層と B 層ですね。まず最初 A 層に電流を流します。1アンペア流したとしますか。そして B 層には0アンペアを流したとします。そうしますと A 層のコイルに磁極ができますので、とりあえず回転子は今回転しません。で次ですね、90度回転させたいとします。そうした時にどうするか。A 層に流している電流を0アンペアにして、次 B 層に流す電流を1アンペアにします。そうしますとこの A 層の磁極は、なくなって B 層に磁極ができるわけですね。そうしますとその磁極に従ってこの回転子は時計方向に回転します。これがですね、マイクロステップを導入する前です。ではマイクロステップとはどういったものなのか。例えば今90度で回転させていましたけども、そこの間に45度の回転を入れたいとします。そうしますと最初コイル A に流していた1アンペアをですね、ルート2分の1アンペア、そしてコイル B にもルート2分の1アンペアを流します。そうしますとコイル A とコイル B の両方に磁極が発生した状態になります。この磁極を合成するとどうなるか。この斜め方向に長さ1の磁極ができるわけです。これで90度しか回転しなかったものがこの中間の45度にできるようになりました。でですね、さらにもっと細かく30度とかで回転させたい場合はどうするか。1アンペア、0アンペア、そしてこちらをですね、2分のルート3アンペア流すと。そしてコイル B の方は2分の1アンペアを流す。そうしますと磁極の電流の合成はですね、2分のルート3の事情プラス2分の1の事情イコール1なので、この30度の方向に合成の磁極が向くわけですね。ですので30度回転すると。ここまで説明してきて、マイクロステップは結局何をやっているのかというと、このコイル A とコイル B に流す電流の比率、まあ電流の振幅をですね、自在に制御することによって回転子の回転角を細かく刻んでいく、それがマイクロステップです。ちなみにマイクロステップはどうやって回路で制御しているのか。これがモータードライバーですね。フルブリッジの回路が2つ入っています。ここにスイッチがあるんですけども、これはパワー半導体です。そのパワー半導体をですね、うまく PWM 制御することによって、この A 層と B 層に流れる電流を制御しているんですね。では実際に通常の制御とマイクロステップの違いを見ていきましょう。このように通常の動作ですと、ステッピングモーターはカクカクカクというふうに動いていきますけども、マイクロステップを入れている方はかなりスムーズに動いていると思います。カクカク感というのが全くありません。マイクロステップのステップ幅みたいのがあるんですけども、そのステップをどんどん細かくしていけばしていくほど角度の分解能は上がっていきます。ステッピングモーターの何が良いのか、それはオープンループで回転角を制御できることです。しかもその回転角を制御するためにエンコーダーとかは特に必要ありません。ステッピングモーターの構造によって決まる分の回転角分、この回転子軸を回せます。
こういった特徴を生かして工場のコンベアであったり、あとはそこまで精度の要求されない位置合わせであったり、そういったところにステッピングモーターは使われます。 3D プリンターとかにもよく使われていますね。でステッピングモーターはですね、値段が安いんですね。エンコーダーといったですね、精密な部品がついていないので、結構シンプルな作りをしていますので、その分値段を下げられると。ただし、ステッピングモーターは脱調することがあります。保持できる以上のトルクを外から加えると脱調します。回転角がですね、ちょっとずれるんですね。しかもオープンループなので脱調したことに気づきません。エンコーダーがついているステッピングモーターとかもあるみたいですけどね。ここにサーボモーターを用意しました。これは安川電機製の 1.5kW くらいのサーボモーターを分解したものです。これが回転子ですね。もう中に鉄芯が入っていて、そこの表面に永久磁石を貼り付けたような形になっています。こちらのステッピングモーターとは結構構造が違うんですね。そしてこれが固定子、普通の永久磁石型の同期電動機と同じですね。これがサーボモーターについているエンコーダーですね。このエンコーダーを使うことによって高精度な回転角を制御できると。ですのでサーボモーターは高精度な位置合わせであったり、そういったことによく使われます。ただこういった精密な部品があったりするので、サーボモーターの値段は少しだけステッピングモーターと比べると高くなる傾向にあります。ということで今日はステッピングモーターの動作原理を簡単に説明してきました。簡単に説明したんですけども、どういう風に動作するのかというのがお分かりいただけたかと思います。それでは今日のスポンサーのアルティウムの紹介です。どうぞ。今日のスポンサーはカイロCADのアルティウムですが、そこが提供する部品サーチエンジンオクトパートを今日は紹介します。オクトパートの何がいいか、部品をウェブ上で一括で管理できて、しかもその部品をワンクリックで注文できることです。とりあえず部品を検索しますか。簡単子レギュレーター7805、いろいろな7805があるわけなんですけども、これにします。ディストリビューター、あとは価格の履歴、そして CAD モデルなんかもいろいろダウンロードできるようになっています。一番の特徴、部品表を作って一括で注文します。追加した部品を見るためには右上のボムツールを開きます。そうしますと先ほど保存した部品をですね、開くことができます。いろいろな部品のディストリビューターがあるんですけども、そこでですね、一括で注文できますと。ここで Buy Now を押すとディストリビューターのサイトに飛んで、そしてもう買い物カゴの中に全部部品が入っている状態になるわけですね。ちょっとかっこよく言うとですね、こういったツールを使ってサプライチェーンマネージメントを簡単にしましょう、そういった話です。こんな感じでオクトパート無料で使えて、しかも使い方は簡単ですので、皆さんぜひ使ってみてください。次回の動画何やろうかっていうのを考えてるんですけども、電動機のまとめをやるか、それとも電気自動車のですね、パワー半導体とかについてちょっと話そうか、未定ですけども、そのどちらかをやる予定です。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。